車体側2番線から19時13分鹿島鉄道鉾田線玉井行きは19時17分その後の鉾田行き19時38分どちらも階段を渡りまして5番線からの発車です。なお次の石岡駅におきまして特急列車待ち合わせをいたします。石岡駅発車19時16分となります。ご利用のお客様は発車まで6分ほどお待ちください。車内保温のためこの電車のドアは自動では開きませんのでご注意ください。お手数ですがお降りの際はドア右手側にございますボタンをご利用ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく石岡に到着です。ドアを開ける際にはボタンを押してください。ご乗車ありがとうございます。19時16分発常磐線上り上野行きです。特急列車待ち合わせをいたします。明日まで6